こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。グラストップ前に行きそうです。ビクトリーチケット、それに続いています。さらにはグローブパレス、2番クワイエットアメジスト、その後ろ。それでは先頭からグラストップ先手を取りました。内からはクワイエットアメジスト、赤の帽子、リッチリング、その後ろ。すぐ後ろにリンドシップ並んで、8番グリーディーマリオン、緑の帽子、ミスタートージン、いい位置につけました。その隣にグローブパレス、その外にランブリングアメジスト、オレンジの帽子、リードアンジェロ、その後ろ。内からはスピンガイドブック、さらにはセイクリッドシータ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。クワイエットアメジスト、グラストップ、ほとんど差がありません。リッチリング、3番手、大外から緑の帽子、ミスタートージン、伸びてきた。後続も追い上げていきます。さあ先頭はクワイエットアメジスト、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってミスタートージン、あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。ミスタートージン先頭、2番手はグリーディーマリオ、ミスタートージン1着、ミスタートージン完勝、ミスタートージン1着、2着はスピンガイドブック、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ミスタートージン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はマーブルファンシー、後続馬も足を伸ばしてきました。あと 200m、 マーブルファンシー先頭だ。残り 100m、 アサカリジェント抜けた。トロットサンダー迫る。アサカリジェント、アサカリジェント1着、2着にはどうやらトロットサンダー、見事に勝ちました。アサカリジェント、トロットサンダー2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。馬主、調教師、騎手、全てのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース、実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰、東京優駿日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠の待機のゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。成田大成、好スタートを切りました。ベリアヘッド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくベリアヘッド行きました。続いて前へ行くのはピースマックス、さらにはアドマイヤラッキー、7番成田大成、その後ろ大金園、どうやら後方からの競馬では。前の方から成田大成先手を取りました。その外にギャラントローマ、さらにはベリアヘッド、好位置をキープしています。イホノブルボン、緑の帽子、アインマリン、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のイホノブルボン現在先団です。もう一度先頭から先手を取ったのはギャラントローマ、大きく離れました。成田大成、すぐ後ろにベリアヘッド、ミホノブルボン、好位をキープ。 1000m を通過しました。これはハイペースです。
前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から先手を取ったのはギャラントローマ、2番手に12番ミホノブルボ、成田大成すぐ後ろ、その隣にベリアヘッド、大きく離れましたアインマリン、ピンクの帽子ライスシャワー、その後ろ、その隣にビューティラブエイ、各馬大欅を通過。さあ先頭はミホノブルボ、2番手はギャラントローマ、成田大成3番手。さあミホノブルボ、このまま逃げ切れるでしょうか。府中の直線526m、ここからが勝負。ミホノブルボン先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手は成田大成、成田大成必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 ミホノブルボン先頭だ。ミホノブルボン力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はアイルトンシンボリ、ミホノブルボン独走、ミホノブルボンぶっちぎりです。ミホノブルボン1着、2着はアイルトンシンボリ、ミホノブルボン2冠達成、あとは秋の菊花賞のみ、夢の3冠まであと一歩に迫りました。さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ。先頭はヤマニングローバル、ヤマニングローバル先頭、引き離しにかかる。2番手は河内サンド、懸命に追いすがります。あと 200m、 ヤマニングローバル先頭だ。残り 100m、 ヤマニングローバル先頭、マイネルキャップ迫る。外から一気にマイネルキャップ、ヤマニングローバル、ヤマニングローバル1着、2着は微妙です。見事に勝ちましたヤマニングローバル。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はコーナーシティ、あと 200m、 先頭はコーナーシティ、ドラゴンヒーロー必死に追いすがります。コーナーシティ先頭、大隅ケープ迫る。内から一気に競泳バッグ、コーナーシティ、コーナーシティ1着、2着にはどうやら競泳バッグ。見事に勝ちましたコーナーシティ、ドラゴンヒーロー完敗です。着外に沈みました。